始めるというような感じなんですけれど、どういう、今回何をやるかと言いますと、ですね、QGIS の、プロセッシングツールというのがございます。それについてですね、QGIS のプロセッシングツールボックスを、使い倒す BOF というのを、15時から、延々とやります。で、皆様ご存知かもしれませんが、 QGIS にですね、プロセッシングツールボックスという機能がバージョン、いくつある、バージョン 1.8 ぐらいの時にはセクスタンテっていう名前だったんだと思うんですけど、 2.0 以降プロセッシングツールボックスといいまして、 QGIS 上に、さまざまなそのアルゴリズムをいっぱいパーツを用意しておきまして、それを組み合わせて、さまざまなデータ処理を GUI で作れることができる、ま、たそれをまたパーツ処理で実行することができる、いわゆるグラスじゃない、アークなんとかというとモデラーっていうやつがツールですね。このツールがものすごい強力なツールとして QGIS に今実装されてます。で、それの使い方の部分のマニュアルもまだあんまり翻訳率が高くないんですけれど、やっぱりいろいろ使ってみるとうまく動くとか動かないとか、こうしたらうまく動くみたいな、いろんな話があります。で、いろいろそういうの使い方を、いろいろ実践されている方がいますので、ここがこういうことをするにはどうしたらいいかとか、こうやったらこううまく動くよみたいな話がをみんな情報共有をしていただきたいというか、こういうデータ変換をするためにはどういう組み合わせをしたらいいでしょうとか、そういうお話を聞いてみるとか、聞いてみても答えることができる人がいなければ、その場でちょっと試していろいろやってみるとか、そういうような感じの、話を、3時からやりたいというふうに思ってます。ですので、なんかかっちりとしたなんていうかセッションというわけではなくて、ちょっと使い方を知りたいとか、興味があるとか、一体どういうものなのかというのを、ちょっと緩い感じでやっていきたいというのが3時からのセッションでございます。で、その前に、もっと、なんか真面目な話をしないというふうに今先生はおっしゃいましたが、まず R での空間解析の、R で空間統計ですね。山川先生、当時大阪 等でも何回か、登壇いただいたことがございますので、お話をお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。岡山大学理学部地球科学科から参りました。本業というか、地球科学者でしてですね、地理学者なんですけど、私は地球科学者で、こちらにお邪魔するまではジオって言ったら僕はもう地球科学者だと思ってそうじゃなくてジオって言うと地理学者だということで、ちょっと予想からよそ者なんですけども、3年ほどタイムトップ総人口では扱っております。今日はR で空間統計解析、私は R で空間統計解析をやっているんですが、そこで実は 4G が必要かには取り組まれることを言っているんですが、かぶなさってますけれども、あまりこれが私たち地球科学者あるいは統計学者にとっては顧問ではないということを少しお伝えしようと思って、今日東京まで出張ってきました。で、私が研究していることをちょっとだけお話ししますと、今注目している物性というのは物質は PM2.5 でして、それを岡山の場所を知らない方は割と、地方の方はご存知ですけど、大体こう認知度が低い県ですね。いろいろ頑張ってるんですけど、ここに上がらない、あそこでもいいです。私ですが、林さんとかが出身の、県なんですけれども、大阪のちょっと向こうにあります、瀬戸大橋というのが。で、そこで、緑色でお示ししましたような場所の上空というか、その周りに PM2.5 がどれくらいの濃度、濃淡で分布しているかというようなことを考えということで、こういうことをやっているんですが、やはりこういう時には空間統計学ということに、私はなんですか、さっき三村先生の話ですと、グラスでできるよということもあるんですけれども、私はGIS の外側にデータを取り出しまして、R でプロセッシングして、また GIS に戻すという方法を使って研究をしています。で、これ、どうぞ画像を撮っていただいたんですけど、私のソフトウェアのすべて、
ぐらいなんですけれども、まあ、あの R を中心としていまして、であの Firefox でのネットから CF 形式になりますとか CSV 形式で取ってきたデータを、まあ、あの紫の線で R の方に、流し込んでいて、そこで処理するということです。であの空間統計解析パッケージいくつかあるんですね。有名なのは GeoR とか、私あのずっと15年ぐらい使っている GSTAT っていうライブラリーを R に追加して使うんですね。でところがあの、まあ、それで解析できるんですが、それにはあのこうホスポージーライブラリーの緑色でお示ししましたところが必要不可欠なんですね。で例えばシェフ形式を R で読み込むときには、そのホスポージー、まあ、具体的には GDAL になりますけれども、こういうのを使わなきゃいけないんですね。ですから R で処理したデータを休日にあのシェフ形式を渡すときには、やはり、まあ、GDAL のお世話、まあ、ホスポージーのお世話になるという言い方をした方がよろしいかと思います。であのまあ、こういう不可必要不可欠、まあ、先ほどお示ししましたような研究するためには、ライブラリー、古いお方ですとライブラリーのマスリーという感じですけれども、R、まあ、そのままではできなくて、その空間統計パッケージを追加して、さらに、まあ、その一部というか、まあ、データホス 4G を追加して、初めてこういう研究ができる。これはあの岡山県の南側ですね。あのこの辺があのこれがちょうど岡山大学ですね。この辺岡山大学のこれでございます。こういうところにあのこうちょっとあのこういうこれはよくあの発表すると叩かれるんですね。あの何が叩かれるかというと、砂漠のところで叩かれまして、あの濃度高いの紫とするとは何事だみたいな。普通濃度高いと赤だろとかと言われて。ところが私たち理学部 の, あの教員というか研究者はですね、紫色の方が赤よりエネルギー高いんですね。紫を高い方にしたいんですけども、何やってんのお前ってことよく言われるんですが、これ頑張ってるけど、ちょっと頑張りきれないと、もうつまらないことで論文リジェクトされますと、嫌なんで、もうちょっとそろそろ論文に食らうかなと思ってますが、はい、それで、それがですね、あの1時間後ですね、1時間後にはこういうふうにあの濃度の比較が、シュッとシュリンクしまして、それであのなん、こっちの方には薄いところが広がると、こういうことまで分かるようになりました。でこれたまたまあの1時間で大体こう30キロぐらい、ここ倉敷というところですね、あの美観地区というか、ね、でそこまであの1時間の濃度の薄いところが広がって、まあ、大体時速36キロ秒速10メートルですか、ちょうどあのいいことにこれ風が吹いてた、10メートルの風が吹いてたんで、おそらく風に PM2.5 が流されたんだろう、そういうものが見えてるんじゃないかというような結果になります。これはホスポージーのおかげです。でして、これも強調しても強調しても強調したくなります。ところがですね、この空間統計解析をやってる人たち、あるいはジオスパーシャルのデータを使っている人たちは、このホスポージーという存在を公にしないんですね。僕はあの私もそうだったんですけれども、気がついた後はそれが妙に目につくんで、空間統計解析をやってる人がホスポージーという単語に触れてないと、そこに何てことしてるのかよく主張してるんですけども、今日私があの主張したいことはこういうことになります。もう少し感謝してもいいんじゃないですか。感謝しないんだったら関数読み前に課金したらどうかと思うんですけど、そんなことするとね敵が増えるので、ホスポージーの方皆さん、心が広いのです。私はね、まあ、あの心が広いだけじゃなくて、やはりオープンソースというのはみんなの力を合わせてどんどんどんスピードアップして、改良のスピードを上げていこうという趣旨ですから、まあ、それはあの大変私みたいな研究者にはありがたい状況だと思います。あのこのベクターデータは林さんからいただいたデータを取りました。もしご必要でしたら、このコント用のデータをご提供いたしますので、ぜひ見て一言です。で私はあの、まあ、こう感謝パンなと思って、微力ながら機械を捉えてはゲリラ広報活動をやっておりまして、でこれはあの去年あの私の大学で知恵の見本市というのをやってるんですね。でそれで今度やりますよってあの Facebook に書きますと、岡山さんから DVD を焼けとか焼く機械持ってませんって、普通についてるドライブで焼くんだとか、ほんまですか、何枚ですか、100枚焼いたぞとかとおっしゃって、ちょっと100枚無理ですって。でそういう話をしていると、林さんからベクターデータありますよということで、なんかこの辺に貼ったりとかいただいて、それであのこう自分のブースにですね、大体こうブースの標準っていうのは、こちらの右の方みたいな寂しいブースなんですけれども、私のところだけなんかなんかなんかあるんで
はい、それで あの子の黄色いやつはもう私のマスコットでして、今日写真撮ってました。あれ置いとかないと、お前が撮った写真じゃないってよく言われるんですね。うん、どっか のブログから撮ってきたと言われるんで、私が撮りました。まあ、去年こういうことを置いて、で今お示ししましたような PM2.5 のブログは、この DVD1 枚でできますよとかって嘘なんですけど、そういうことを言うと、みんな持って帰るんですね。で持って帰ったうちの、まあ、何人かは、できないじゃないかって言ってくるんですね。ようこそって言って、それで次のステップということにしてるんです。はい、まあ、こういうことですね。これはポスポーティーナの成果集です。ぜひ、山川がお課題で広報へと取り入れていただけると、頑張った回があります。はい、でクリーニング、私は空間統計のクリーニングというのを使うんですけど、まあ、こういうガラガラガラ言いますけれども、まあ、要するに、XY、それからの物質を持ったデータから、保管ですね、空間保管するということなんです。はい、まあ、バリオグラムとか、そういうことを、用語が出てくるんです。で、まあ、これは私が一からプログラミングをしてですね、ジオスパーシャルのデータの解析パッケージを使ってやっておりますので、まだ何もできる。ただできないのはですね、難しいのが観測データ、例えば気象台が公表しているようなデータを使うとか使ってるんですけども、基本的に緯度経度データですね。緯度経度データですが、ディスタスなくて空間統計解析するときは平面直角座標系、測量座標系ですね、これ変えないと計算、距離の計算が来るんですね、経度収集。そんなのは今のことだから、インターネットで検索するとバーッとこう数式が A4 1枚が出てきて、どうすんだこれって話になるんですけれども、これはポスポーチーの一つで休日の1画面ですね。こうパッと開いてオンザフライ変化パッといったら一瞬で全データが平面直角座標に変換されますので、ラッキーということですね。だからこういうのをもうちょっと書きようかなってことを言いたいのが今日の私の趣旨です。はい、その中ではさらにプロジェクトですか、はい、ね、この下のストリームですね、これがそうですね、こういうものも使われているんね、平然と、ね、使っておいて感謝しないと思うさっきからちょっと積極さんですね今日ね。はい、でその他にも緑色で囲ったところを解析してますよとか、岡山県の行政区画はシェフファイルこういうなんか取り込んでいくとそうなってますよ、これは休日を使うわけですね。これもポスポージー、まあ、こういう図は今までだとアーク GIS とか、まあ、そういうものを使わないとしちゃいけないんですかね、商業ですか、アークなんちゃらとかですね。アークなんちゃらを使わないとできなかったんですが、もうフリーでできるって大変ありがたいですね。この右側のこういう図ですね、ピンク色が観測点で、それからまあプライマリー解析するとこういうのを単なるんです。これは休日でできるんです。休日でできるんですが、まあ、使ったよっていうだけで 4G に吸収してないと思っていると思いますね。さらに KML 形式に変換して、Google Earth のパンとか、先ほどお見せしたですね、16時と17時とか、5時間で、ね、今日ちょっと勉強して、Google Earth のちょっと発表で勉強したんで、次は時間解析をやってるんですけれども、こういう時にもやはり GDAL を使うんですね。R でも GDAL を使うんです。でただ、GDAL を直接じゃなくて、R のラッパーがかかってます、RGDAL って言うんですけども、でやっぱり中ではプロジェクト4というのを当時のプロジェクト一つ使われているわけですね。だからまあこういうことを声を大にして言っていかないと、4G っていうのがなんかね、フリーライダーばっかりね、こう受けて負担ばっかりかかるということで、まあ、それでもいいっていう人が4G をやってるんですかね。いや私はね、ちょっとね、もうちょっと言ってくれよってことですよね。ということで、まあ、私の研究はですね、やっぱりこれパッと見てるのとか言うとらなんとかみたいに見てくれると嬉しいんですけれども、まあ、R 単独では何もできないんですね。やっぱりジオスパーシャルとか、あるいはジオスタティスティカルの解析をやるときには、ポスポージーの力が何もできないということで、まあ、やっぱりしかもそれがフリーである。これがもうすごいメリットですね。だから資金、まあ、常に資金があるわけではありませんしね、あるいはその、さっき言った平面座標系と緯度経度座標系を変換するなんていうのは、自分で本当に聞くんだから、それを検証するだけで1年かかってしまうんですけど、休日なんかに立ててしまうというようなことは、やはりそういうことに長けてなくても、地球科学の研究ができるということに大変ありがたいと思います。でもいつも私はいつも感謝しております。
それで、まあじゃあ普及を目指して私にできることは何かということですけれども、まあ、まず一つは 4G を使って地球科学の研究ができるということを声を大にして目標をと思います。科研費を請求するときにも 4G を使うと書いてますし、まあ、書いたから落ちてるのかもしれませんけれども断るごとにこれは 4G で使ったの、まあ、学会に発表するときもキーワードの一つを削ってでも 4G を入れておりますので、まあ、そういうことになります。それから2番目は私もお世話になったんですけれども、研究をインターネットで公開しようということで、まあ、手っ取り早いのはこういうところ来て喋りますと若狭さんが言ってユーストリームでこう発表してくれますから、そうするとなんかやっとるのがおるなということが、誰かに伝われば、また声が来る人が一人増えるんじゃないですかね。でそういうことを言っていこう。それからあとは、自由コンピューティングで悩んで、まあ、身近な研究者はシスコですね、時々持ち込まれるんですね。こういうことをやれ、山川さんはシェイプファイルを使って、シェイプファイルは ArcGIS という使うアークなんとかを使うらしいんだけどどうでしょうかって言われた時に、あ、まあそれもいいんですけど、データ互換性があって、で無料で使える休日ってのありますよとかって言うんですね。そうすると嫌ですよそんなの言う人と、そんなのあるんですかっていう人と言うんですね。でそういう人を、まあ、少しずつアシストして、でこうたくさん岡山大学の中でも1人2人集めていって、まあ、10人ぐらいになったら文化会にやってもらおうかなというような形で普及をやっています。まあ、魅力ですけどね、軽くの山の賑わいかもしれませんけれども、まあ、こういうことをやっていこうと思っています。まあ、私自身も先ほどお示ししましたような、その物性の空間分布っていうのを知りたい、だけど、まあ、GIS っていうものを使わなきゃいけなさそうだというようなことで、もうそこで先ほどおっしゃってフリーズしてしまってたんですけども、そうじゃなくて当時ってます無料でやれるんだということを知って、まあ、いい研究をしているというところがありますので、まあ、そういうことを一人でも増やそうと思って日夜頑張っておりますので、まあ、皆さんのお力を貸していただければと思います。はい、ということで、これは、岩崎さんおすすめのクリエイティブコモンズで公開いたしますので、内容を改変しなければ従事際に配布していただいてよろしいので、ぜひ皆さんの資格の方にもこういうことがいるらしいよと言ってっていうような事例の一つとして使っていただければと思います。ちょっと早口でしたか。以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。山川先生、高校3年発表させていただいていますが、何かご質問ございますか。はい、あ、そう、まあ、マイクとかないですね。OSGO の岩崎でございます。で日本だとそうでもないんですけれども、AGU とか EGU、アメリカのジオサイエンスとか、アメリカとかヨーロッパのジオサイエンスに行くと、かなりジオサイエンスがすごく広くて、でなおかつフォスフォジーとかオープンソースのコミュニティなんかも結構活発に頑張ってるし、セッションもやってるなという印象はあるんですよね。で、なんでそんなに違うんですかねって、そんなこと山川さんに聞いて分かんないと思うんですけど。やはり言うのもなんですけど、ほとんど研究者の皆さんというのは基本的に引っ込み思案というか、秘密主義というか、自分でやってることが自分だけ得すればいいみたいな、そうなのかなと思ったりします。だから学会でこうなんかこういう発表した時に、後でわーっと呼んで、いや、最近どうでもいいよねというような雰囲気が、なんでないのかな、やっぱり普通にしたいのかなと思ったりもするんですけど、ちょっとここにいらっしゃる研究者の方にお伺いたいとお伝えすることなんですけどね。だから、もう少しそれこそ研究のための手法もオープンにするというような方向でいったらいいのかなと思うんですけど、何でしょうね、そういう伝統なんですよね。ちょっと積極的にしていきたいですね。はい、はい、そうですね。今日も一番最初はやっぱり藤村さんが国土地理の藤村さんが基調講演でいろいろ出てたと思うんですけど、やっぱりその必要とすそのなんとかそういう業務なりなんなりで必要とする人たちが、まあ、必要に応じて IT 技術を使っていくみたいなところが
ちょっとなかなか弱いところが日本であるかなという気がしていると思います。ただホスポジの開発者にしても要するにコンピューターの専門家というよりは地理情報をなんか本当に使いたい人使うためになんかツールが欲しい人が自分でやってるということが結構多いと思うので、やはりそのコンピューターの専門家じゃないとこういうのはいじれないよとかっていうんじゃなくて、例えばなんか研究なり業務をするのにワープロができなきゃいけないとか、なんか他のツールが使えなきゃいけないというのと同じようにちょっとコンピューターのプログラムもちょっとできるかもしれないからちょっと力を合わせようみたいなところがあるかなという気がします。だからそれを、まあ、ツールの話でもだけれども、でも実際は例えば研究をしている人だったらそのツールって何これはこういう研究したいからこういうツールを作ったとかこういう関数を作ったみたいな情報交換がすごくできてるっていうのがなんかお掃除の世界でもすごくあるので、ぜひそのなんていうか、ツールとして使うだけじゃなくてそれを使ってそういう同じような研究をしている人とそのぜひその情報交換をしていただくきっかけにしていくと面白いんじゃないかなと思います。はい、その他ございませんか？何かご質問と。はい、すいません。じゃあ、山岡先生どうもありがとうございました。すいません。ではちょっと BOF の準備少し時間がかかるかと思いますので少し時間をください。そんな感じの緩い感じでいいかと思います。はい、それでは、BOF セッションということで、ビジネスプロセッシングツールを使い倒すというのを始めたいかと思います。はい、ということで、まあ、実はこれ誰かがこう発表するという形じゃなくて、みんなでちょっと手を動かしてこれうまくいくか動かないかちょっとやりながらやってみようぜというのを、試験的にやってみようという会になります。すいません、こんなのしてくる、はいはい、今ねお仕事してるんだよ、お父ちゃんは。ちょっと静かにしなさいね。はい。これということで。あら、すみません、固まった。あ、そんな感じかな。で、BOF って何よっていう話をちょっと簡単にさせていただきます。BOF っていうのは、バードフェザーの略。になります。で、インフォーマルミーティング、カンファレンスやってる時のあんまり公式じゃないお話し合いみたいなミーティングですよということです。で、とにかく何か興味を持ってることとか問題を持ってることっていうのをみんなで共有してディスカッションしましょうという話ですね。で、Without any planned agenda と事前に何もなんか準備をしないっていうかなりそれでいいのかよって気もするんですけど、はいはいはい、そんな感じでやるということになっています。で、というもののお題が全くないとできないのでお題を今回作りました。でお題は休日のプロセッシングツールボックスになります。で、はいはいはい
はい、で、プロセッシングツールボックスどんなものかというのは、今こっちの方にサブウィンドウの方で画面出ていますけれども、右肩に出ているいろいろな、機能をですね、 QGIS 自体は実はそもそも論の話をすると、特に、ビューアーとして開発されてますので分析機能がついているわけじゃありません。なのでその他のアプリケーションとかからその分析機能みたいなのを持ってきているということになっていて、でそれの中で、まあ、R とか、ライダー用のツールボックスとか、映画像解析用の機能を使えるようにしてあるというのがこのプロセッシングツールボックスというやつになります。次でも、依存関係が見つかりませんとか、なんか実際に走らせようとするといろいろとエラーが発生して、大変なことになるというのが、この QGIS のプロセッシングツールボックスで、実際ってここからグラスのコマンドとかも呼び出せるんですけども、呼び出してもうまくいかないもんで、グラスそのものを使ってるということが結構あったりしてます。あなたね、ちょっと待ってね、いろいろ丸出し備えて持ってるじゃん、はい、で、ツール多すぎで、何かやりたいと思うんですけれども、その やろうとするツールの数が多すぎて、じゃあ自分が今やりたいことっていうのはこのすごいたくさんあるツールの中のどこにあるんだということが、まあまあ、そもそも見つからないというような問題がもうそこに調べているということになっています。ということで、この辺のことについてみんなでちょっと話題を、共有しながらで、できるだけこういうツールを使いやすくしていこうということを、やっていこうぜっていう、まあ、そんな感じの、研究発表というよりかみんなで意見交換してミーティングをしようぜという会になりますということなので、あまり、運用方針等々ない緩い感じですがよろしくお願いします。ということで、とりあえずお互い自己紹介してみますかねということと、はい、それからですね、今日の、やる中身についてなんですけれども、クックパッド、ハックパッドですね、クックパッドだと思います。すいません、ハックパッドの方に一応、作ってあります。で、HTTP の、Bitly の、POF 休日っていうところを打ち込んでいただくと、こんな風に出てくる感じになっております。ということで、簡単にじゃあ自己紹介をやりつつということで、はい、三島と言います。今国立環境研究所というところで地理情報の仕事を主によくしています。なのでこの辺のツールに関しては協議よろしくお願いします。はい、先ほどクラスの話をしましたが、藤原と申します。まあ、休日のプロセッシングという機能、まあ、皆さんここにいたらご存知だと思いますけど、まあ、R とかグラスとかいろんなものと連携して、まあ、処理を行うという、まあ、そういう意味でプロセッシングを使った反応なんかもいろんなところにやっております。後でこちらと紹介させていただけたらとお願いします。はい、北海道開発技術センターというところを使っています。主に道路とか交通の仕事をメインにしていて、プロセッシングツールを使ってみようと頑張っているけど全然使い方が分からないので、こう見たら何とかなるかなと思って来てみました。ありがとうございます。多分一番最初に生贄としてここにしてて何が分からないのかってことを話さされることになるかと思います。国土地理院の休日は実は画面的に2点があって大きくなって仕事場が役所なのでどうしても安定しているものしか使わない感じなので、こういう今日のこういうツールの話は実は多分情報提供できることはあんまりないような気がするんですけど、やっとどうやって聞いてくれてるかとかいろいろ聞いてもらいたいなと思って、よろしくお願いします。よろしくお願いします。建設環境の藤沢と申します。メインは設計の調査でデータの入力を使ってタンクが多いんですけども、休日するものに関してデータで出す。日本ビッグニアの森と申します。去年も参加させていただいたんですけれども、QGIS を業務で、ケーススポンサルタントの、会社なんですけれども、私自身は砂防とか地産の方を専門にやっております。
QGIS を業務で大変使わせていただいておりますので、何かいい情報があればと思ってまして、今日は参加していただきまして、よろしくお願いします。イデア株式会社という環境コスト会社の方です。岡田と申します。主に私が気候変動、気象と、水門関係を主にやってまして、気象はちょっと今先ほどの井村さんお話しされたようなグラッツとかを主に使ってデータ解析してまして、水門の方では GIS データを使っていて、ちょっと今のところ両方のデータをなんか統合してっていうのがうまくできてないんで、そういうところをちょっと情報収集しに今回来ました。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。オープンストリートマップファウンデーションジャパン代表しています三浦です。で、本業で NTT データで、技術分野としてはサーバーのバックエンドとかそっちの方なんで、QGIS 使ってませんなんですが、なんかもしかしたらここでも使うものがあるのかなと思って参加しました。よろしくお願いします。はい、朝日工業の清成と申します。GIS アプリケーションの開発担当してまして、で QGIS はあんまり触ったことがなくて、特にジオプロセッシングツールとか